はい、イマティです。ということで、相変わらずあいつついてますね。前回のね動画でも出したんですが、エンジンのね聞くことがつきました。で、まあちょっとね、車屋さんに持っていくまでに時間があるので、まあその間ね、エンジンかけれることがあったらかけて、まあ様子は見てもいいんじゃないですかっていうことで、ちょっとエンジンをかけに来たわけなんですが、まあ相変わらずついてたな、これね。ということで、ついてなんで、パトリオットの前の席のね、インパネ部分とか含めたところを詳しくレポートしていこうかなと思います。それでは、何からいこうかな。じゃん。これいきましょう。これバイザーね。開けたら、ほら。鏡やね。ちゃんとついてます。ただあれがついてないですね。ランプ。ランプがついてないですね。こっちどうやろ。助手席側の鏡もついてます。ランプはついてません。ということで、バイザーにはミラーがついてますね。そしてこちら。これね、多分センサーやと思うんですよ。だからエンジンかけずに車の中でなんか動いたら、セキュリティの音が鳴るやつかな?ような気がしますね。で、このボタンを押します。これつきます、正常に。よかった。つきます。まあ、このセンサーはまあ、ドアのセンサーかもしれないし、よくわかんないですけどね。ということで、ランプはね、ここについてますね。はい。あと、これかわいいでしょ。カチャン。これね、吹き出し口が丸くて、ピシャッと閉まるんですね。こうやってね、開きます。ハンドル周り行きましょう。ハンドルはね、結構ね、握りやすくてね、この革の状態、太さとかね、すごく気に入ってますね。で、ここがメニューボタン。いろんなメニューボタンね。これで、あ、そうか、変わるんですね。変わったでしょ?変わったでしょ?こうやってね、変わるわけなんですよ。はい。こちら、クルーズコントロールのボタンですね。これね。まあ、走ってないからやらないですけども、クルーズコントロールのボタンです。はい。ついとるよ。まだね、仕方ない。そして気に入ってるカスタムポイントの一つ。ここ。これ黒くしました。これもね、動画で上げてるんですけども、まあ、Amazon で2000円ぐらいでね、このパーツ売ってます。この1、2、3、3つのパーツ売ってます。両面テープでペチャンペチャンペチャンってつけるだけですね。これいろんな色があります。赤もあれば、黄色もあれば、青もあれば、シルバーもあれば、木目調もありますね。今 T 的にはこの黒が、しっくりきてるんだなとは思うんですけども、木目調もね良かったかなと思いますね。はい、リミテッドのここのエアコンのボタン等はオートですね。風量、それとプッシュしたら中の風が外に入る、あ、外の風が中に入るのかな。で、温度、エアコンのボタン、それと風が出るところの向き変えるやつですね。下行きましょう。下行きましたら、ここにヒートヒーターですね。シートヒーターですね。これがですね、横滑り防止ボタンですね。まあ、これオフにしたらダメですね。オンにしとかなダメなのかな。で、これがハザード。これがランプのこの上下の位置のやつですね。これ運転席のシートヒーター。これソケットですね。はい、そんな感じ。あと、シフトレバーですね。まあ、P、リバース、ニュートラル、ドライブをやって、このオートスティックで、マイナスマイナス、プラスプラス。で、一番、こう、ガコンガコンってやって、こっちにグーっと1秒やったら、今ね、1になってるでしょ?これをグーっとやったら、戻るという感じですね。はい。で、このボタン。これ何か?じゃん。ここにね、このミラー下のカメラで、モニターがついてて映ってるんですけども、それを消すボタンですね。はい、そんな感じです。はい、そんな感じ言うてる間に、いつもの6000回転に落ち着きましたね。タコメーターの針もブル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 増えてないでしょ?ピシャって止まってるでしょ?なんか調子はいいんじゃないかなと思うんですけどね。震えてないですよね。震えてないですよね、これね。はい。
はい、じゃあこっち、これがドアミラー、今ここにあるのでドアミラーは畳まれてます。これをカチャンってすればこんな感じね。でまたこうやったら畳まれると。ほい、あとはね窓のスイッチですね。ね、窓のスイッチです。こんな感じ。収納いきましょう。収納なんですが、これはもう収納と言わないですね。溝があります。ボールペン置けるか置けないかの溝。そしてここいきますよ、手入れますよ。はい、こんだけ、はい、こんだけ、あっさい。ここも何にも入んないじゃない、なんやろね。そしてここ、ここいきますよ、ここね。ただし走行中入らない、なんやねんなこれな。でジュースホルダーですね。そしてここは収納っていうよりは 4WD 切り替えのボタンをカチャッと上げるための指を入れるところですね。そしたらそこに 4WD と見えるかな。もう一回カチャッとしますね。そしたら消えるっていう感じですね。はい、はい、こちら上下します。開けましょう。うっすい、うっすいですね。そしてもう一発開けます。 DVD が入ってますけども、まあ DVD がこう入るぐらいの深さでありますね。収納はこれプラスここ、ここね、こう蓋がないんで、まあこういうサングラスがこう置いてあるんですけども、これぐらいですね。そしてメインがここね、ここです。もうこれもちっちゃい、これちっちゃいですね。あとね、ここにちょっとだけポコってありますね。まあこんな感じかな。収納はほとんどないですね。それがいいじゃないですか、ジープらしくて。知らんけど。はい、あとねここにですね、これパーンってやったらハンドル動きますね。ハンドルが上下に動きますね。どれぐらいやったかな、こんなもんね。いいや、そんな感じかな。うん、あとあそこ、あれあれ、ちょっとちらっと見えるの、見えるかな、これ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 、これをカチャーンってやったらボンネットが開きます。はいはい、ということで以上ですかね。まああとオーディオね、オーディオです。これは純正じゃないです。で純正のオーディオの場合はこの裏にねボタンついてるんですよ。見えるかな、見えるかな、これこれこれ、このボタン、これ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 、これで音量を上げたりね、ちっちゃくしたりチャンネルを変えたりできるんですが、まあそれがね純正を外して社外品をつけてるんでね、もうここは使えないです。でこれ使える場合はあそこ、今PM0 ってなってると思うんですけどね、あれがラジオのチャンネルですね。ここ使える場合は、純正のオーディオで使える場合はあそこにラジオのチャンネルが表示されると、まあそんな仕組みですね。はい、ということで相変わらず6000回転を保ってますんで、エンジンは別に調子悪くないと思うんですね。タコメータープルプル言ってないですよね。はい、ということでまあちょっとね、来週持っていきますけども、まあそれまではちょっとね乗れないので、こんな感じで、細々したところを紹介していければなと、思っております。最近ねパトリオットをまた探してるという人からの連絡も、多くありますので、できる限りねパトリオットの情報をね出していければなと思っております。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。それではまた。